皆様こんにちは。こんにちは。ジュニチャンネルへようこそ。大人気企画プロフェッショナルトーク圧すごいな今日は来てくれましたギタリストの大月文太です。大月文太です。よろしくお願いします。イエーイ、文ちゃん。お願いします。お邪魔します。いや、お邪魔してるのはこちらでございます。そうですね、僕の部屋ですね、これは。はい、ここは、ブンザムーンスタジオに今日はね、遊びに来させていただきまして、で、このね、インタビューを今日やっていこうと思っています。というわけでね、あのブンザムーンスタジオのブンちゃんとはコラボしましたね。コラボしましたね。なんかあれももう2ヶ月経っちゃうの。あ、もう、そっか、でもそうですね、7月でしたもんね。ね、そうだよね。そうだそういう間にね、大月のももちゃんとで、ドラム岡田真帆ちゃんと僕と、はい、ジュニアさんとジュニアとね、俺初めてだったんですよ、あの大人数で、なんかこうガチャってこう作ったのが。で、しかもなんかもともとね、その一緒にツアーを回ってたメンバーで何かやるとかじゃなくて、それ用のメンバーでしたもんね、完全に。ね、だからそれがすごい嬉しくて、で、あれをもともとこうやろうって言ったのは文ちゃん発案だったんだよね。そうですよね、なんか最初ジュニアさん歌ったらいいじゃないですかって言ったんですよね。そうそうなんですよね。あれ最初は文ちゃんのあれだとジュニアさん歌ってください。俺の今までのコラボっていうのは割と俺で、そのコラボ相手も身一つでやってたんだけど、なんかせっかくだからちょっと派手にしましょうよってなって、自分あんま身一つタイプじゃないですないじゃないですか、個人的には。そうで、ね、だから文ちゃんはそのアレンジャーとか、そのエンジニア的なね、そうレコーディングしたり混ぜたりってことも結構やるので、だからそこを生かしてね、だから今までで一番豪華になった。ド派手でしたね。ド派手でしたね。なったんですけれども、で、最初はこてつくんじゃなくて歌俺だったんですよ。なんならももちゃんの話もなくて、もうあ、そうだったね。そう、ブンザムーンスタジオっていう名義だと僕と岡田真帆ちゃんがいるので、じゃあドラムは任せられるから、あの本体とか歌とかはジュニアさん全部上任せました、残りは僕が構いますっていう話だったんですね。そうそしたら、なんかあれよあれよっていうのに、あ、じゃあなんかストリックスもせっかくだから、じゃあ曲決まった時だっけ、曲決まったぐらいの時に、あ、じゃあストリングスを入れようかなとか。で、ちょうどその時にこてつくんと、こてつくんは別でなんかやろうって言ってたの、はい、なんかいろんな人とコラボしようってなんか話してた時に、こてつくんともコラボしようと思ってて、だから、お、じゃあそれもガッチャンコしようかなまとめちゃえって、そうせっかくだからもうめっちゃ豪華にしちゃえって。そう、だからポッてこてつくん入れていいかなって話を聞いて、あ、ぜひぜひって、もう一方的に存じ上げてはいたんで、ぜひぜひって感じですけど、僕会ったことないですよ。そう結局そう。こてつくんがね、この間トークね、このインタビューに出てきてくれた時に、もう文ちゃん一緒にやろうねって、あ、出てんだよって言って。そう、なんかビジョンズやってらっしゃって、とかビジョンズの大津さんとかドラムのとかは仲良くさせていただいてるんで、なんかよく知ってるんで、名前はよく見てはいるけど。あ、たぶんないなデータ上で初めましてしてて、そうだよな、それがなんかね、今っぽくていい、面白いですよね、どうでした、あれ、ラララ、ラブソングやってみて、あれ大変だったこととか。いや、大変だったことというか、あれってもうみんなが各バージョンやってる超名曲じゃないですか、うん、そうですね、もう誰々版つって、彩香さんもやってるし、はい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 、メイジェイさんもやってる、確か。あ、そうなんだ。いっぱいやってるバージョンがあるんですよ。でもだから、いろんな方向のアレンジの正解が出ちゃってて、はい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 、その上で、さあどうしようっていうのが一番辛かったですね。なるほどね。そうだって、今回はもう本当に、俺も、文ちゃんじゃあこれやろうねって言って、なんとなく、動画見たりして、こんな感じでやろうかっていう動画も、見たけど、でもそれともまた違うアレンジになった、ね、そうですね、結局バンクバンドのアレンジを元に引っ張ってきたんですけど、結局あれもワンコーラス全部ボーカルとピアノだけで持ってるけど、俺ピアノでそこまでできないしできないし、ジュニアさんのチャンネルなのにワンコーラス全部ボーカルっていうのも、それはそれでどうなんだろうってなって、さあどうしようってなって、結局あれで前半部にもバンドをつけるアレンジを考えたんですけど、
いやもうナイスでしたよ。保温のフレーズも、メインになるあのフレーズはそうですね、文ちゃんの、ね、あの主旋律だけ書いて適当なハモリつけたんですよね確か最初で、ハモリとかは大まかにはこんな感じであとはお任せしますでお投げしたんですよね確かで、結果いい感じに重ねていただいていやそれがもうね、いやいいっすよ、キャッチーでとってもすごくいい、いいフレーズでしたよ。小鉄くんも、うん、あのやってたんだって。あ、そうなんですか。そう、小鉄くんも小鉄くんで、それは別に YouTube とかじゃなくて、うん、自分のライブでカバーしたやつが、あのなんか上がってるだって。はいはいはい。でそれはまあ小鉄くんじゃない人が上げたのかな、わかんないけど、うん、そう、その切ったお客さんが撮ったみたいな。そう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 。でそれがなんか意外に回ってんの。で小鉄くんはそれはあのなんていうのかな、一応その自分のそう自分としてはなんかちょい不本意。なるほどなるほど。ちょっとこのテイクがなんかいっぱい回ってるのちょっともやっとするなみたいな感じだったから、あのああやってなんか自分のそのちゃんと、もうちゃんと構えて、そうちゃんと構えて作ったやつっていうのが、うん、あの作れてよかったっていう。素晴らしかったですもんね、小鉄さん。いや小鉄くんが本当によかった。で手開いてバーって並べて、おおみたいな感じでさ、完全に。さ空気をさ、うん、自分の声一つでさ作るってめちゃくちゃすごいよね。すごいですよね。俺はこうするからって主張、はいはいはい、もうなんかこう意思がスパッて見えるデータしてて、はいはいはい、もう並べた瞬間にあこここうしたいのね、はいはいはい、あこここうしたいのね、はいはいはいって、伝わる感じだったんですね。来ました今の。これがね、もう本当言葉なくて音だけでね、プロの技ですね。あれこそプロの技ですよ。プロの技です、うん、なんかねそういう話を聞くと本当やってよかったな。またぜひぜひとも超楽しかった際は、ね、よろしくお願いします。お願いします。というわけでですね、このミュージシャンじゃないな、このプロフェッショナルトークで、ね、自分で決めてるチャンネルボヤボヤじゃないですか。ただね、プロフェッショナルトークぜひ聞きたいと思って。音楽、音楽、音楽の始まりですよ、文ちゃんが。音楽の始まりですか、うん、一番最初になんかこう音楽、自分がその記憶にある中でここでなんか音楽が始まったなみたいな。ここ始まったと、ちっちゃい時にピアノ習ってましたね。あ、そうなんだ。でもあんま好きじゃなかった。好きじゃなかったは嘘だな。最初は好きだったね。多分何歳からやったんだろう、4、5歳ぐらいですかね。多分幼稚園児だったと思うんですけど、ピアノ始めて、まあ、最初楽しかったなと思うんですけど、多分どうせ自分でやりたいって言って始めたと思うんで、けどなんか小学校ぐらいになったら気づいたらあんまり楽しくなくなってたんですよ。ああそうなんだね。でだから僕ピアノ鳴らしたのに弾けないんですけど、うんうんうん、覚えてるのはその時にピアノ発表会って年1回ぐらいあるじゃないですか、その時にまあ毎年なんかこう課題曲決めてなんかこうやっていくんですよ。でなんかこうなんかクラシックな曲とかなんかいろいろブラスバンド曲とかいろいろもう好きなものやっていいよみたいな感じのやつだったんで、特にヤマハとかでもないですし、普通の街の音楽教室だったんで、それで多分俺は興味を示さなくて先生もなんかどうにかこうにかしようと思ったんでしょうね。でその時になんか好きな曲今何って聞かれて、僕その時車が大好きだったんですよ。でお父さんが乗ってる車が三菱のパジェロだったんですね。で、おじが乗ってる車が三菱のランエボだったんですよ。おゴリゴリじゃないですか。ゴリゴリだね。ゴリゴリなんで、それで車が好きでよくあの三菱のカタログもらってきてくれるじゃないですか、そのディーラーとか行くと、それで見てるのが好きだったんですよ。その時の三菱だから2003-4年あたりの三菱の CM の曲って覚えてます？覚えてない。レーラだったんですよ。あ、そうだ。でも確かにそういう時期あったかも。そう、パシロとかライバルとかどっちかの CM、ちょっとごめんなさい忘れちゃったんですけど、うん、買ったかもそういう時期。レーダーだった時期だったんですよ、うん、その時はちょうど、うんうん、それで俺この曲好きって言ってピアノの発表会で、うん、ピアノでレーダーを弾いたのを覚えてます。めちゃくちゃ渋いやん。っていうのがなんかギタリストっぽいエピソードの最初ですかね。すごいなそれ。かっけー。何歳何歳だろう、だから小3、4、5とかその辺だと思うんすけど、小学校入ってはいると思いますぐらいの感じ。めちゃくちゃ渋いやん。そうだからピアノのエリック・クラプトン全集がうちにはまだどっかにあるはず。はい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 。俺もねちっちゃい頃やっててピアノ、うん、俺も全然こう興味持てなかった興味持てなかった嫌いだったんだけど、うん、嫌いというか嫌いでもないんだよね。
そう嫌いではなかった、あの不真面目だっただけで。そうそう、でもさ今思うとさ、なぜ俺あの時真面目にやっとかなかったのってなるよね。本当にすごい後悔しない日はないですよ。本当にあのここで見てる小学生がもしいたら、いたらマジでやっとけ。特に将来ちょっと音楽なんかやりたいんだったらやっとけ。マジで鍵盤もできて損がない。本当だよね。ピアノ自体はいつまでやってたの？そうだから3、4くらいでやめたんじゃないかな多分。やめた、小学校の途中でやめたはずなんで多分3、4年くらいだと思います。それまでめちゃめちゃ柔道少年で俺。あ、めちゃくちゃ柔道やってたんですよ。そうなんだ。都大会とかちゃんと出てたんですよ、その頃。めっちゃすげえやん。ちゃんと柔道やってて、でピアノもちょこちょこやってて、はいはいはい、なんですけど今度中学受験をしたいってなって忙しくて、なんか他のもの全部やめたんですよね。なるほどね。そのタイミングでやめたんじゃないかなと思うんですけど、当時の記憶、当時の感覚なんでわかんないんですけど、俺個人的にいじめられてたと思ってるんですよ、記憶としては。今思うとそうでもないような気もするんですけど、うんうんうん、っていうのであんまり小学校が好きじゃなくて俺。ああ、個人的に。そうだったんだ、うん、それでなんか俺こいつらと中学の3年間まで一緒にいるの嫌だから勉強して受験するって言ったんですよ確か。そういう感じ、ね、確かなんかそんな感じだったんですよね。今思えば嫌なやつですよね。いや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 、めちゃめちゃそれはもうだってそのね、もうほんと多分その状況下に置かれた子にしか分かんないから、うん、そうで、うん、まあ今道端とかで小学校の同級生とかあっても、うん、おう、うすっくらいの感じなんで別に普通に話せるし全然普通に友達になれるんですけど、うん、今思えばなんで俺そんなこと思ってたんだって時々思うんですけど、当時はなんか嫌だったんですよね。いや当時、いやね、それはねやっぱね、だから嫌なことあったんだよね、うん、なんかあったんですよね、うん、で中学受験をして、じゃあそこの時点で、はい、一回じゃあ音楽は一回ストップしてるんだ。自分で弾くって意味では全然やってなかったですね、うんうんうん、でそこからで中学入って、で中学、まあバスケ部に入ったんですよ。僕あの背高いじゃないですか、当時からも高かったんで、なんかバスケ部いいじゃんみたいな感じで、で母とかももう運動はしなさいみたいな感じだったんで、まあとりあえずこの時にやったやっといたら損ないよ運動はみたいな感じで、じゃあバスケ部行くかつってバスケ部入るじゃないですか。きついんですよバスケ部結構。あ、うわきついなこの部活とか思いながら、でも体動かす自体は嫌いじゃないんで、まあまあいいかと思って入ってたんですよ。でその当時にあの隣の席だった男の子は軽音楽部に入ったんですね、ギターで。ポルノグラフィティ大好きな男の子だったんですけど、うんうん、それでバンドを組んだんだつって、へえ、軽音楽部楽しそうだねつって、いやでもボーカルがいなくてさって言われて、ボーカル、ね、やってくんないって言われて、あーボーカルか、ふん、まあいいよつって答えたんですよ。おー、それでボーカルだったんだ。だからバスケ部にはもう4月の最初からバスケ部入りますって入って、うんうんうん、その1、2ヶ月空いて、だからもうその新歓みたいな、わかんないですけど、そういうなんか入部期間みたいなのがある程度過ぎた段階で軽音楽部にポロッと行って、はいはい、ボーカルの子連れてきましたみたいな感じで連れてかれて、うん、じゃあ入りますっつってやるんですけど、ボーカルの初心者のバンドのボーカルって要はカラオケじゃないですか、うんうんうん、でしかもカラオケがカラオケになるまでそも時間がかかるじゃないですか、その演奏できるようになるまで、うん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 、ってなると、まあ入って2ヶ月とか3ヶ月とか暇なんですよ正直。なるほどなるほど。やることないのに部活でポケットしててもなぁみたいな感じになって、うーん、先輩ギター教えてくださいって言って、それでギター持ってんのでもって聞かれたら、親父がたまたま持ってたんですよ、うん、エレキを。それじゃ あ、 じゃあパクってこいよっつって、うん、親父からパクってきて、うん、それで始めたのがきっかけです。そうなんだ。なんかじゃあすごいね、その始まり方もまた。そうだから全然こう、うん、ガツッとやる気なんか全くなく、暇つぶしにやるかみたいな。ボーカルの暇つぶしだったんだ。そうすごいね。そうだったの。それでギターを持ち始めたんですけど、でまあ、うん、9月か10月に文化祭があるじゃないですか、うん、文化祭までこうこの1曲どうにか1年生頑張ってこれどうにかしろものにしろみたいな感じでやるんですよ、うん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 。なんでその曲がたまたまツインギター構成だったんで、うん、あのバッキングのパワコでジャン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 みたいなのは俺がやってみたいな感じで進んでたんですね。で文化祭やるじゃないですか、うん、で文化祭終わった時点で残りの他の3人が俺やっぱこれ嫌いっつってやめて、剣楽部やめて俺だけになっちゃったんですよ剣楽部。マジ、うん、でも その時点で俺結構楽しくなっちゃってて。あ、そうなんだ。そう、なるほどね。あ、楽器おもろいじゃんってなっちゃってて、うんうんうん、でそうなると今度バンドメンバーがいないからやることないんですよ、うんうん、今度やっぱり、うん、ギター練習するから。なるほどね。でギターになったっていう。そうなんだ。
へえ、でもたまたま始めたらそのどんどんこうのめり込んでっちゃったの、ね、そうなんですよね。すごいね。で最初にじゃあそのさ最初にやった演奏した曲っていうのはねその時フローをやったんですよ。あフロー懐かしい。もう当時、まあ、今もいるけどね、今もいるけど、うん、当時もナルトでドーンの声が出てでもで簡単な曲ってやっぱその、うん、やりたいだけじゃできないこと多いじゃないですか、難しくて、うんうんうん、で簡単な曲ってやると結構頑張って探して、うん、フローの流星って曲をやったんですけど、その時にわーなんかいいっすね。一人でギタリスト今一人なんとか一人じゃん、はい、からそれでまあだみんなバンドやろうよとかそういう話をし、うんうん、まあまあ時々人に声かけつつ、うん、でもまあ暇なんでとりあえずでも剣学部楽しくて、うん、その時点で僕バスケ部きつくてやめちゃってたんですよ。なるほどね。やることなかったんで、うんうんうん、とりあえず部活に顔出して、うん、でまあギター練習で先輩何弾いてるんですか教えてくださいとかやってて、はいはいはい、でもまあバンドで練習できないじゃないですかメンバーがいないから、うん、そうなると先輩のバンドの曲を覚えるんですよ、うんうんうん、で先輩バンドたまたまメタルバンドばっかだったんだよねハードメタルハードロックめちゃめちゃいっぱいいたんですよまた一気にいったねゴリゴリなんですよもうジャパニーズメロコアからねそういう状況 で先輩バンドの曲を覚えると例えば、うん、今日ギターの誰々サッカー部の練習で来れないんだよねって言った時に入れるんですよ、うん、おーなるほどっていうのをするためだけに先輩バンドがやってる曲全部覚えてすげえ。その結果ミスタービッグとエクストリームだけ弾ける中学2年生が出来上がってめちゃくちゃ渋いやんそれもうわけわかんないんですよわけわかんないっていうことをやってた中学でしたね。なるほどね。でもじゃあでもさやっぱそれができるっていうのもまたすごいことだよね。そうですね。なんかだから当時多分めちゃめちゃ練習したと思うんですよね。今思えばめちゃめちゃ練習してたろうね。だってフローからのエクストリームそっちって技術的なジャンプものすごい量じゃないですか今思っても、うんうんうん、今弾けって言われてもあむずいってなるレベルじゃないですか。あそうなんだ、うん、そうだよね。だってね、まあ今見たら当時あんま弾けてなかったかもしれないですけど、うんうん、よう練習したなって今でも思います。いやすげえすげえ。そうか、もともとだって別にそのさメタルとかを好きだったとかってわけじゃないでしょ。あんまりだからまあエリック・クラプトン聴いてかっこいいと思えるぐらいにはまあそっちの方向にはまあ大雑把なそっちの方には馴染みあって、うんうんうん、家でずっとクイーンかかってたんですよ。母がクイーンオタクでもうレコードもレーザーディスクも全部持ってるタイプの人で。なるほど。そうなお母さんなんだね。親父はエアロスミス大好きですね。なるほど。でギター持ってたんだ。そうです。ベーシストでギターも持ってたのかな。ベーシストあの趣味のベーシスト。はい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 。すげえ。ちっちゃい頃には洋楽が洋楽っぽかったと思います。かなりかかってたみたいな。じゃあまあそれだったらそっちの方にそっちの方を弾くっていうのも、うん、全くこう障壁がなかったわけじゃないですかね。そうですね。まあ割とスッとあ聞いたことあの曲弾いてみようでなんかクイーン弾いてみたりとかそういう状態だったんでそんなに違和感はなく。なるほどね。すげえわ。いいね。中国俺でもそんな中学生、まあ、俺も中学までは野球をやってた、うん、でその一応中学いっぱいぐらいまであのピアノの教室にはずっと通ってた、うん、だけどなんかそういうなんかそういうのするもん洋楽弾くとかまで行ってなかったもんな全然、うん、なんかでも多分環境が特殊だったろうなと思います。そうだね。メタルバンドしかいないことないじゃないですか普通しかもさ中学の部活誰かミスチルやれよって話じゃないですか。確かに中学の部活でしょ。中高まあ中高一貫で高校生までいるんですけどああそういうことかそういうことか。なるほどね。高校2年生が一番上の代になってなるほどなるほどっていう状態なんですけど。あそうか3年生は3年生もう受験いないんで。なるほどなるほど。うわすげえ。なるほどな。そういう道もあるんだ。そういう状態で。じゃあいいね。じゃあ中学生だけど高校の先輩に教えてもらえて、じゃあもうその感じで先輩に教えられながらやっと高校2年までずっとその感じで。中学2年の時はバンドメンバーがいなくて、うん、2年の終わりぐらいでちょっと軽音楽部興味あるぞって言い出す、まあみんななんかだんだん混ぜてくるわけですよ、うんうんうん、高校生に近づくにつれて、うんうんうん、でそういうちょっとチャラついたことしてみたいぞってやつらが出てきてバンドメンバーが見つかったんですよその辺りで、はい、で4人になってバンドをちゃんとやりましたね。だから高校2年くらいまで、へー、オリジナル曲作ってみたりとかライブハウス出てみたりとか いわゆるなこともやって。あそうなんだ。すげえな。それで高校2年までやってで中高一貫ってあの高2の文化祭で引退なんですよ。まあ、うん、学校にもよると思うんですけど、うんうん、
して、もうそっから受験勉強みたいな感じなんで、そっから受験勉強周りに流されてして、うん、僕受験こけてる組なんですよ、正直。あ、そうなんだ。うん、あの学校的には。うんうんうん。あのその時僕東大に入ろうとしてて、お、入ろうとしてて、はい。ちゃんと受験勉強したんですよ。はいはい。それなりに良かったんですよ。それなりに。うんうんうん、まあその学校内だと、うん、中の下ぐらいだったんですけど。うんうんうん、普通にあの東大模試全国一ポンって取ってみたりとか、めっちゃすげえやん、うん、ポーンって行ったりとか、なんかたまにヒットを出すタイプの2年でやってたんですけど、まあ東大受かなかったんですよ、元気で、うん、結果としては、うんうん、それで早稲田だけ引っかかって、うん、で浪人するどうするって言われて、僕根性ないんでそういう、うんうんうん、なんでまあいか早稲田でっつって早稲田に入ってっていう状態で、なんかこう失意の元とまでは言わないですけど、なんかこう、うん、まあ俺ってこんなもんだよなみたいな、若干諦めモードで忘れてたんですよ。なるほど。いやーそうなんですね。すごい。じゃあめっちゃ頑張ってたんだね。なんか今確かに音楽の話を聞いてて、うん、音楽このままなんかすっげーもうなんか音楽にこうのめり込んでいくたりとか、こう、うん、音楽だけでいくのかと思いきや、ちゃんと勉強も、ちゃんと勉強は、でもあれはでも本当に環境でしたね。なんか周りのみんなするから俺もしなきゃなんか、なんかいけない気がするみたいな、今思えば。じゃあその時は別にその音楽、将来音楽やりたいとか、ギター弾いてなんかこう仕事したいとかって、そういう思いみたいなのはしたいなとは思って、それこそなんか受験するでなんかどこを志望校にするって話、うん、当然出るじゃないですか、なんかこう文系なのか理系なのかみたいな感じで、うん、音大って行ってみたいんだよねってポロって言ったら、大学は行っときっつって一周されて終わりました。もう一撃でした。なるほどね。そうだよな。まあそう言われるよ。まあ俺も同じ口だから。なんかね、文ちゃん似てるんだよ、やっぱり。に入って、まあ大学入って、うん、まあこれでもう一回楽器やっていいぞと。あのそのまあ受験期間中さすがに楽器触ってなかったんですけど、ほとんど。やっていいぞってなって、おっしゃ、じゃあギター弾きたいからサークル入ろうと思って。それでまあいろんなサークル見て回るんですよ。それで、で、当然やっぱりバンド、上手くなりたかったんで、その、うまいと言われるサークル、学内の。ああ、なるほど、ね。やっぱ探すわけですよ。うんうん、そういうと、マスターだと、大体、ナレオってところと、中南米研究会ってもう分かりそういうのがあるんですけど、で、あと、フュージョンマニアって3つが、まあ、割と有名ところなんですよ。そうなんだね。っていうので、まあ、その3つ見に行くわけですよ。そうすると、フュージョンマニアってところに、あの、めちゃくちゃ早弾きが上手い外人がいるんですよ。へー、めちゃめちゃギター上手い外人がいて、うんうん、ロシア人なんですけど、そいつ、うんうん、めちゃめちゃ日本語上手いんですよ。こいつすっげー外人いる、めっちゃ弾いてると思って見るじゃないですか、うんうん、めちゃめちゃ日本語でダジャレとか言ってくるんですよ。こいつ日本人じゃん中身ってなって、なんだこいつって思って、でまあゲニーって名前なんですけど、うんうん、みんなゲニーさんゲニーさんって呼ぶから、うん、俺ゲニンさん聞こえたんですよ、あの下の人のゲニンさんって。なんかそのすごい昔の差別用語じゃないですか、うんうんうん、その、奈良時代とかなんかわかんないけど、そういう感じで、うんうん、なんつう話してんだこの人と思った俺、その時。いや、ゲニーっていう名前だったんですけど、ゲニーさんゲニーさんって、はぁとか思って、あ、このサークル面白い、入ろうと思って。あ、もうそこで。そこで決まって、そうだったんだ、フュージョンマニアに入ったんですよ。うんうん、それでまあ、でも僕、あの、ご存知のメタラーだったんです、その時はまだ、はいはい。メタラーというか、ハードロック大好きっ子だったんで、うん、フュージョンの、 あの負の一画目もかけないぐらいの勢いで知らなかったんですよ。ギリギリスクエア、え？ T スクエアのトゥルースって曲があることは知ってるぞっていうレベルだったんですよ。っていう状況で入って、なんか、あ、ジャムセッションっていうものがあるんだって、まあ、フュージョンサークルの、まあ、ちょっとセッションっぽいのがあったり、うんうんうん、あって、へぇ、セッション曲ってのがあって、コードってのがあるんだ、へぇってところからスタートしてて。あ、そこはもう、あの、まだコードじゃなかったんだ。そうですね、あのメタルとかコピーしたんで、まあコードっていうものがなんか、まあ、G コードっていうのはこの形だよっていうのが知識で、まああとなんか 1,2,3,4,5,6 でダイアトニックっていうのがあるらしいね、ふーん、何それみたいな、なるほどね、状況で入って、なんか俺さ、俺勝手なイメージだったんだけど、ギターできる人がみんなコード知ってるってわけじゃないんだ。ないと思います。そうなんだね。俺は知らなかったっす。へえ。そう で、うん、でもまあちょっと俺自分上手いって思ってたんで、当時高校の時にはそれなりに上手いって学内では言われてたから、はいはい、っていう状態で入ったら、まあ鼻ポキッてられるわけですよ、やっぱりその状況で、うんうん、もうセッションなんてとんでもないじゃないですか、うんうん、っていうので、でも1年生やってみろよっつって入れられるわけですよ、その新歓セッションみたいな、まあ弾けなくてもいいからさ入ってみてよっつって、で、その時に
あの早稲田のサークルってこうインカレサークルなんで、どこもその他の大学の人がいっぱい入ってくるんですよ、はい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 、だから早稲田のフュージョンマニアの中には慶応のクロスオーバー研究会とかそういうのがあるんですけど、そういうのでそういっぱい外の人が来てたんですね。外の先輩たち、なんというか年上の人たちが冷やかしに新刊のセッションを来てるわけですよ。で、ああじゃあお前ら来てるじゃんっつって、そのベースとかドラムとかにその先輩たちが入るんですよ、その他の大学の。そこで現れたのが結城レオンと小林直樹と副島俊樹だったんですよ。なるほどね。そう、コバちゃん。そう、そこがコバさんとの初の出会いだったんですけど、それで僕本当に弾けなかったんですよ、弾けないんですけど、まだ弾き方が分かんなかったんですけど、っていうのでボコボコにされて、さすがに何が起こってるか知りたくて練習したのがそのサークルの最初でしたね。そうなんだ。だからコバさんには一番最初にコテンパンにやられた記憶っていうのが未だにありますね。そうなんだね。そこでなんかいいね、なんかもうなんかそうそうたる顔ぶれが出てきて、ね、出てきて、まさか今もその顔ぶれを見ることになるとは思わなかったですけど、すごいわ。やっぱりさ、こうプロに、ね、なる人たちってさ、ブイブイ言わせんだね、学生さん。そういうことかもしれないですね。なんかね、あの時のあの人だったんだみたいな感じ、あるもんね。ありません、ね、じゃあそのフュージョン研究会に入って、あとそのコードとかアドリブとか、そう、そういうのがあるぞってことで、なんかこういう風になってんだぞっつってこう触りだけ先輩とかに教えてもらって。はいはい、なんですけど、まあ大学のサークルなんでそんなに先輩たちもめちゃめちゃ詳しいわけじゃないんですよ、正直のこと言うと、で、あとジャズ系じゃないから微妙にジャズできないし。なるほど、ジャズはやらないんだ。やらないんですよ、フュージョンマニアは。なるほどなるほど。今思うと、なんつうエスだって話なんですけど、今思うと。まあね、フュージョン好きはフュージョン極める、うん、まあまあ、でもまあともかくとしてそういう状態でジャズとかわからなかったんですけど、っていうのでなんかこうジャムセッションでっていうのセッションバーっていうのがあるんだって、へー行ってみようぜって言って初めて RPM 行ってみたりとか、へーっていうのが大学1、2年くらいでしたね。なるほどね。サムシンとか、サムシンとかにね、そう、大学生の頃から行ってたんだね。行ってました。すげえな。それこそだからコバさんがホストやってるらしいよみたいなとか、そういう状態ですよね、ちょうど。そうな、コバちゃん学生時代からホストやってたの。確かにやってたと思いますよ。やりよる。じゃあそこからそのプロのギタリストになるっていうことを多分意識し始める。そうですね、意識し始めてるって感じなのかと。プロの人を間近で見たのがその時初めてだったんですよ。その、北川アトゥトさんいるじゃないですか、はいはいはい、がアトゥト出た。アトゥトさん、もういろんな人の名前出ます今回。いやっていうかさ、アトゥトここでも出てくるんだよな。ねえ、あの小鉄くんのさインタビューの時でもさ、しばらくアツトの写真バーンって出てましたね。そうだそうだ、そう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 、再び再び、だから、だからここにもね今出てると思うんだ。うん、俺が頭また入れると思う。今回もお願いします。アツトすげえな。実は登場率最短になるかもしれない。そうなんだよ。はい、アツトさん、だから一応かぶってはないんですけど大学の先輩なんで、はい、そうアツトさんっていう人がこうプロのミュージシャンとしてやってる先輩がいて、その人がセッションホーストやってるらしいから行こうぜってこう言って、うん、まあ、今思うと厚さん的にはもう知らねえよお前ら誰だよ状態だとは思うんですけど、まあ一応先輩だからっつってこう頑張って RPM 初めて行ったんですよ。それが田中拓さんのセッションで、はい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 、はい、だからその時に陽一郎さんと初めて会って、山内ね、ベルベッツとかで一緒ですね、一緒にね、うわーすげー熱い。なんかでその辺もそのプロやってる人たちをその時に初めて見て、あ、うめえなって思うと同時に、この距離で見れたからあそこまで上手くなればプロになれると思っちゃったんですよ、はいはいはい、なるのが大変なんですけど、いまだに見てもうめえなって思うんですけど、でもって思うと、あ、なるほどって、このゴールじゃないですけどある程度の到達点見えるんですか、あそこまで頑張ればなれないわけじゃないのかもしれない、って思っちゃって、勘違いしちゃって、なるほどね、っていうのでちょっといいなって思ったのが初めてでしたね、そういう意味では。なるほどね、あ、ちょっとすげえな。でもね、そうなんだよね、確かにこう多分漠然とさ、あのプロミュージシャンになりたいって多分思わないよね、多分ね、そうなかなか多分相当好きじゃないと。そう、難しいですよね。難しい、特にあの俺たちみたいな割とこうなんていうのかな、ちゃんとこう受験したりとか、こう大学行ったりとかっていう風になると、そうだもんね、なりたいでどうなるのかもよくわからないですからね、普通は、だけどあの目の前でこう音楽をこう生業にしてる人たちの、そのどういう技術が必要とか、
こういう風に仕事をしてるっていうのが見えると、うん、途端にね、そう現実になってくるんだよね、うん、そう現実味が出てくるとちょっと考えちゃうんですよね、やっぱり、はい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 、そうなんですよ、そっかそっかそっか、じゃあ、というとお前のせいだぞまあ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 、片欲になってらっしゃる人のせいにすんなって話です、まあ、じゃあアストゥートのセッション行こうか、今度。あ、行きましょう。待って行きましょう。アストゥートセッション。アストゥートセッションなのか、たくさんセッションなのか、今どっちで。どっちなんでしょうね。休学するしないの話でいざこざがあって、じゃあやめてやるっつってやめて。わはぁ、西海岸、なるほど、つって。で、なんか今、ラマっていういい学校があるらしくてね。で、西海岸だと MI ってとこは有名なんだけど、ラマっていうちっちゃい学校がなんかいいらしいんだよ。行ってみればって言われたんです。やったねっつって行ってみたら、全米ツアーでバーって2ヶ月ぐらい回らされたりとか。マジ？そういうことをしてます。デモの歌がバカにうまくて感動したんですよ。誰この女の人と思ったら歌が光ってたんで。ぐらいからですかね。でもなんかちゃんと仕事っぽくというか、多少それなりになったのは。現場にこう、そう、いわゆる現場という。